やがて幕末に一人の天才が登場します。からくり義右衛門と呼ばれた田中久重です。久重が得意としたのがこの弓を引く人形。矢を取り上げて弓につがえます。顔はしっかり的を見ています。おお、本当に当たっちゃいました。弓を引くとき顔を微妙に寄せて狙いをつけています。心にくい演出です。大阪に住むからくり人形の大コレクター東野進さん、同行の師を募って4年前日本からくり研究会を結成、会長を務めています。でこの装置というのはここにこういう、こっから引っ張って上に上がるわけだよね。これで矢を抜き取るわけです。でそしてつがえると。だから現在の産業ロボットはもうこれの基本。